ふう、一通りやり込んだか。しかし、ゴヤ評価に迷う感じの作品だな。マリサー、鬼滅のゲーム買ったんでしょ。私にもやらせてちょうだい。わざわざゲームするためにうちに来たのか。自分で買った方が思う存分プレイできるだろ。今月ちょっとガチャ回しすぎてピンチなのよ。鬼滅のコラボもやってたしね。だから、発売当日にキャラゲー買うのは、私の体が耐えられないかもしれないし、無料で遊べちまうんならマリサのとこでやった方がいいかなって。とりあえずキャラゲーイコールクソゲーの前提で話すのはやめろ。じゃあ、実際のところはどうだったのよ？意外と神ゲーだったとか？ぶっちゃければ、原作再現度はかなり高いので、物語の追体験やキャラを自由に動かすことについては、素晴らしい出来だ。ただ、ストーリーモードは9割方の時間、イベントを見てるだけ、マップを移動してるだけで、戦闘ボリュームは極小なんで、割と退屈気味なことも否めない。対戦モードについては、原作再現度抜群の動きや必殺技を駆使して、自在に立ち回れるのはファン感類ものだが、あくまでもカジュアルなパーティーゲーム路線なんで、五分五分の条件で戦う格ゲー的なものを期待すると、肩透かしを食らう。原作ファンを楽しませるためのキャラゲーの基本は抑えてはいるけど、良くも悪くもそれが全てって感じかしら？原作抜きにゲームとしての楽しさや奥深さを求めると、ちょっと厳しいかなって感じかもな。でも、ゲーマーとしてではなく鬼滅のファンとしてなら、徹底した原作再現ってのは結構気になるわね。プレイ前にざっとどういうゲームなのかを聞いてみたいっていうか。いいだろう。私もぶっ通しでプレイして疲れたし、休憩がてらに語ってやるか。まずメインとなるストーリーモードだが、これは原作の無限列車編までの話を、全8章に分けてゲーム化したものだ。結構内容に踏み込んで話すが、構わないよな。基本的にゲーム自体が原作からほぼ外れてないんで、原作ファンにとってはネタバレも何もないからな。オッケーよ。すでに鬼滅は漫画もアニメも履修済みだし。最初にチュートリアルとなる序章が存在し、ここではすでにサビトとの真剣稽古からスタートだな。いきなりそこからなのね。原作序盤の話を結構端折ってる感じかしら。ゲームとしてテンポの悪くなる部分は、最低限ストーリーが破綻しない程度にオミットされてるな。ただ、削られた部分の話については、メニュー画面から、思いのかけら、として、一枚絵の紙芝居形式で再生可能だ。なるほど。気になるなら後から確認できるのね。本番の一章は鬼殺隊の最終選抜試験が舞台で、原作同様に藤重山で鬼と戦うことになる。箱庭的なフィールドマップを進み、最深部にいる手鬼の元を目指すことになる。藤重山マップの雰囲気なんか抜群じゃない。原作再現がすごいってのも頷けるわ。ただ、このフィールド、視覚的には作り込まれてはいるが、やることはほぼ移動だけなんだよな。え、雑魚敵が出てきたりはしないの？一応出るが、ここでの雑魚戦は4回くらいしかないし、フィールドで直接バトルではなく、画面が切り替わって、戦闘エリアでのバトルだ。少ないわね。もっとわらわら出てきた方が面白いんじゃないの？あくまでも原作再現を胸としてるからな。確かに鬼滅って、ボス鬼との戦いばかりで、大量の雑魚相手に蹴散らすみたいなシーンはなかったけど、これがこのゲームの特徴なんだよ。フィールド自体は作り込まれて雰囲気抜群だが、原作を忠実に再現してるがゆえに、やることはほぼ移動だ。一応、フィールドにはアイテムが落ちていたり、任意のチェックポイントを探すなどの要素はあるが、メニューのマップにありかは全て載っているので、それに従って移動すれば簡単にコンプできるぜ。そして最深部に到達すると、手鬼が登場。巨体敵とのボスバトルになる。格ゲーっぽいイメージがあったけど、これ見ると確かにアクションゲームって感じね。戦闘自体も、ボスが広範囲攻撃を仕掛けてきたりするから、それを見切って隙ができたらコンボを叩き込むみたいに、完全にアクションゲームのボス戦だからな。でも、ボスにたどり着くまでのフィールドでほとんど雑魚が出ないから、普通のアクションゲームっぽくもないのよね。最初に言ったように、基本的にプレイ時間の大部分は、イベントとフィールドでの移動だからな。それらをこなした後に、アクションゲーム的なボス戦があるって構成だ。ちなみにイベントシーンについても、ちょいちょい思いのかけらにして、本編からはしょられた箇所があるとはいえ、分量的には相当長く、コントローラーを置いて、数分間ぼーっと見続けるだけのシーンがとにかく多い。大体どういうゲームか分かってきた感じがするわね。続けて2章では、少女をさらう沼の鬼のエピソードだが、原作における聞き込みのシーンがかなり膨らんで、まずは藤重山と同じように街のフィールドマップを探索。途中で夕方から夜になると、
雑魚戦があるがこれも2回くらいだな。原作通りだと、すぐさまボス戦になっちゃうから、そこは探索要素を入れて分量を増やしたのか。その後は3人に分裂する沼の鬼と同時に戦うという、変則的なボス戦だ。途中でプレイヤーキャラがネズコに変わったりした後、最後に追い詰められた沼の鬼と、炭治郎が怠慢で決着。三将は人でごった返す浅草で、無惨と初接触のエピソードだ。大正ロマンが滲み出る浅草の繁華街マップは、非常にいい出来だが、ここでもやるのは、人混みを避けながら裏路地を通って無惨に追いつくだけだ。原作じゃあっさり無惨に追いついていたのに、操作可能なゲーム部分をひねり出すための改変って感じね。その後は原作通り、玉代と湯城に出会うことになるが、ここでもオリジナル要素として、湯城が素直に診療所に案内してくれないので、迷いながらマップの先に進んでいくことになる。ちなみにここでも2回くらい雑魚戦があるかな。無惨追跡といい、原作通りだとボス戦まで完全にイベント垂れ流しになっちゃうから。それだけはゲームとしてダメっていう、スタッフの意思が見え隠れするわね。その後は診療所に来襲した、スサマルとヤハバとのバトルになるが、ここでもスサマルはヤハバのサポートを受けて、マリにベクトルを操る赤い矢印をつけ、変則的な軌道で投擲攻撃をしてくる。ヤハバも単独戦闘になると、直接赤い矢印を飛ばし、重力を無視してこちらを情報に打ち上げたりと、原作再現はバッチリだ。四章は鼓屋敷が舞台となり、善逸と猪之助が本格的に参戦。広大な迷宮となった鼓屋敷を探索するが、ここでも雑魚は原作通りに体しか出ないので、マップの長い探索時間に反して、戦闘は善逸と猪之助がそれぞれ雑魚を一体ずつ倒して、炭治郎がボスである境外とバトルの3回だけだ。ちなみに、ここでは部屋の天地が逆転しつつ、境外の爪攻撃が縦横無尽に走るという、原作の大掛かりなギミックを再現してるので、やってて非常に楽しいバトルになっている。あ、これはすごいわね。見てると自分でもやりたくなってくるわ。そして5章では前半の山場である、ナタクモ山での類一過戦に突入。このゲームでは、ここが一番戦闘ボリュームがあって、フィールド移動はあるものの、本人が直接戦わず、無数の糸で首なし人形を操る母蜘蛛との戦い。不気味な人面蜘蛛であり、人間を変化させた大量の子蜘蛛を従えた、兄蜘蛛との戦い。見た目通りのパワータイプで、とにかく破壊力と突進力で暴れ回る父蜘蛛との戦い。そして、最後の類戦では、炭治郎が火の神神楽に覚醒し、性能自体が別物の強キャラに変化。圧倒的な制圧力で戦うことができる。アニメでも神回と言われたエピソードだし、ゲームでも外すことなく最高の演出で仕上げたのね。次の6章と7章では、集合会議から長屋敷での修行が書かれるが、元がインターバルみたいなエピソードなので、戦闘は一切ない。せいぜい修行の一環として、氷炭割と薬湯掛けがタイミングよくボタンを押すミニゲームとなってるだけだ。これは音ゲー？いや、リズム関係なく、目押しでボタンを押すだけだから、音ゲーですらない。あと一応は、3D 化された長屋敷の敷地内を移動して、探索みたいな要素はあるがな。そして最後となる八章無限列車編では、煉獄杏寿郎にスポットを当てた炎武との戦いを経て、物語はここで一区切りとなる。確かに原作再現としては随一だけど、戦闘がない部分や雑魚戦の少なさも、忠実にゲームに落とし込んだせいで、ゲーム性のない部分がプレイ時間の大半を占めるって感じね。まあストーリーモードのクリアだけなら7、8時間でいけるから、その後は対戦モードで CPU 戦なり対人戦なり、好きにプレイって感じだな。戦闘システム自体はどうなの？現状、対戦モードでボスだった鬼たちはまだ使えず、使用できるのは味方側のキャラに限定されているが、やはりシステム的には、性能自体がストーリーモードのものと変わらないので、純粋な格ゲーではなく、完全に対戦アクションだな。攻撃ボタンの連打でコンボなんで、これが起点になる。あとは単発で繰り出す強攻撃。それと各キャラ3つずつある、通常ゲージを消費する必殺技。これらの基本を踏まえつつ、あとは奥義ゲージを使い、一時的にキャラの性能を上げる、解放。さらに解放状態から奥義ゲージをもう一つ消費し、再度能力の底上げをする、全解放。そして、奥義ゲージの別の使い方として、各キャラの超必殺を発動させることも可能だ。必殺技や奥義の演出は最高なのよね。こういう感じで動かせる鬼滅のゲームがやりたいっていうのが、ちゃんと形になってる。他にも敵の攻撃を弾いて、体勢を崩させる、裁き。相方として選んだキャラに、
アシスト攻撃をさせる、共闘技。体力ゲージは共通だが、相方と、交代、する機能などが搭載。こういった要素をフル活用すれば、爽快感あふれる派手派手な戦闘が楽しめる反面、この手のゲームとしてはやれることが少なく、限りなくカジュアルなパーティーゲームよりの作品となっている。なるほど。原作ファンがとりあえずライトに遊ぶなら、楽しいゲームだけど、ガチな対戦とかを求めると、方向性が全く違うってとこか。ちなみにプレイアブルなのは炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助の主要キャラ4人、富岡、忍、煉獄の柱が3人。そして、鱗滝、サビト、マコモ、村田の4人の、計11人だ。それ以外として日の神神楽バージョンの炭治郎、セルフ現代パロである鬼滅学園仕様のキャラが6人いる。バージョン違いを除くと、結構少ないって感じね。柱も3人しかいないし。半剣がアニメ版のものっぽいからな。無限列車編までに戦闘シーンがなかったキャラは、今回はほとんどはぶられている。言われてみればそうね。ま、この手のキャラゲーだと続編さえ出れば、新規キャラが増えていくし、それに期待かしらね。今作についても、全3回の無料 DLC の配信が予定されていて、第1弾として赤座と類の実装が告知されているからな。本編に登場したボス鬼の何人かについては、対戦用の調整を施されてプレイアブル化しそうだな。なるほど。無料なのはありがたいわね。これでゲームの内容については一通り語ったが、どうだ、やる気にはなったか？そうね。いいんじゃないかしら。キャラゲーとしてのツボを抑えまくってるし。カジュアルよりだろうと、ファン的には楽しい感じに仕上がってるしね。そりゃよかった。話していて私も再プレイしたくなったし、二人で対戦するか？オーケー、望むところよ。では、今回はここまで。それでは、心を燃やせ。よろしければグッドボタン、チャンネル登録などしていただけたら大変励みになります。Twitter もやっていますので、そちらのフォローもぜひお願いします。